ね、学長さんで、はい、で一番最初 の全日本空手道連盟の会長やったんです。その通りです、はい、それで全日本 のプロ野球のね、はい、またあのなんていうの総括官でもあるんですね、はい、まあ、そのうちの祖父 の、はい、あの娘ですか。おお、はい、まっすぐこの道、はい、娘もですね、はい、まあ、中に出たりうわしまして、あの大浜信元先生の秘書をやったり、お手伝いさせていただいたりすごい、やっぱりね、地頭という、はい、あの地頭というのはですね、一番その地域の中で一番偉い人なんですよ。なるほど。そういう家柄ですから、やはりあの、はい、血筋はね、はい、引いてるんですよ。それが血統と言いますけどね、はいはい、で大浜信元先生のところにあの、まあ、早稲田大学でしたから、はい、あの一番最初に空手、まあ、あの船越先生も指導なさって。その通りですね、はい、あので、空手部を作ったのがうちのおじいが、あ、やっぱりね、はい、あの少林寺流健康館ということでですね、あの戦後若者をやっぱり精神と肉体をしっかり鍛えないといかないということで、あの指導に行かせていただいて、で、あのその近くにあの早稲田大学の夏目坂上がったところにですね、あの道場を構えまして、居宅をですね、すごい、はい、もう沖縄の土地全部売ったみたいですね、はい、お墓も国際通りにあったんですけども、あ、じゃあね、うちもそうです。あ、だいたい国際通り、今のね、はい、国際通りであるけど、はい、あれに面した側なんです。面した側、その通りに面した側に変わるんですね、はい、で当時はね、あの、まあ、子供の時だったから、はい、あの辺一人で歩けなかった、怖くて、あ、気がうっそうと茂ってね、墓でしょ、はい、で墓でハブも出るかもしれない。いや、もちろん出たんですよ、ね、うちの父も掃除するときに、うん、もうみんな嫌がったんで、自分がやったって言ってましたけど、で、爆弾もいっぱい落ちていましてね。あ、そうですね、あの夏はね、あの、はい、意味様涼しいんですよ、爆弾後に寝たら鉄が冷えるでしょ、だからその上に寝るわけよ、爆弾の上にわお、不発弾なんだよね、はい、ところが子供だからわからないから、そこであの服で擦るわけ、はい、でみんなピカピカ光るわけよね。うわー、すごいな。そういう子供の遊び場所でしたよ。あの、はい、複数で行けばね、はい、一人じゃ無理で、もう怖い、非常に怖かった、そういう場所でしたけど、だから奇跡の何マイルとか言うんですよね、だから、はい、それでね、小さな道だったんだけど、はい、あんなに大きくなってね、国際通り、もう沖縄で一番のね、そうですね、元小渕総理、はい、防衛庁長官の浜田徳一郎先生が、はい、あの郵便早稲田の郵便会で、はい、はい、うちの文化生で道場に通ってた関係で、うちの父が24歳の時にあのニューヨーク世界博覧会に、あの政府から派遣されまして、空間先生、はい、ああそれであの柔道と空手道を、うん、あの正式に披露させていただいて、うん、もう今80歳です、80歳です、うん、で、まあ、今だね、そうですね、その時にこう15年北米にいたもんですから、うん、北米に、はい、うん、その時からあのスイスとか、あのそれで英語達者なんだけど、ね、はい、カナダはあの、うん、あ英語と、あとフランス語も、うん、フランス語圏があったんで、ね、スイスとか、はいはい、そっちのヨーロッパともつながったんです、はい、ケベックあたりはね、はい、うん、はい、まさにモントリオール、ケベック州に、ね、はい、おりまして、いやいや、偶然なんですけど、はい、僕の友達がそのフランス大使館の大使にいたんですよ、あ、大使の領事館みたいな感じでね、はい、今沖縄住んでますけど、はい、その辺もまた奇遇ですね、なるほど、はい、これまっすぐ行くとね、はい、左側にあのほら赤白、赤いと白のね、あの中谷さん、中谷さん、あの中谷さん、ごめんなさい、あのタンク見えます？はい、あれは時計台なんですよ、山が時計なんです、はい、沖縄はね、昔時計どこもないでしょ、
太陽光なんです。あの山のてっぺんに、あのてっぺんに、ね、時計があったんです。はい、で何時と首里城から知らせて、ここからまた知らせてね、馬で走ったりやる場所なんです。だから時計なんです、あれが。うん、今はこうでしょう。来週またバスでツアーします、はい、はい、これはまあ沖縄の歴史的な場所ね、例えば花碑とか石碑とかお城とか世界遺産とかね、はい、そういう今テレビ局は16局ぐらい案内しましたけどね、まあ、スウェーデンとかアメリカとかフランス、はい、フランスは言ってないな、イギリスとかね、はい、それから NHK とか、あの日本の民放ほとんどやりましたけど、大体そういうところを 回って行く担当になっていますね。で、まっすぐ行くと、これから首里城に近くなりますね。